あの町この町おのおの小町まちづくりラジオ時刻は午後七時になりましたまちづくりラジオの時間です、えー、パーソナリティは私荒垣と申します 音楽はビーズが大好きなので BGM に「太陽の小町エンジェル」が流れておりますよということで、はい、この番組はですね、えー、沖縄県内や全国各地でこんな街づくりをしていますよだったりこんな面白い街のイベントがありますよなど、はい、町のさまざまな話題をお届けする番組でございます。はい えー、今日の街の話題はですねちょっとあの市町村の、えー、市町村だったり県の事業が絡むようなちょっとお堅い話なんですけども今日の街の話題は子供医療費についてお話しいたします子供医療費ははい、はい、えー。この番組宛てのメールアドレスは761アットマーク fmkosa.jp までお願いいたします761アットマーク fmkoza.jp までなお、えー、ツイキャスなどよりもインターネットからコメントができますけども、えー、早速、えー、ツイキャスへラジオネームルドルフさんより「はいさいこんばんはがきさん今日は久々に、えー、生放送で見に来ましたよ」とコメントいただきましてありがとうございますはいルドルフさんお久しぶりでございます、はいえー、そして、えー、ラジオネーム、えー、こちら初コメントでしょうかラジオネーム あっちー、世良垣、さやか、上しさんよりコメントで「こんばんはビーズショーケース2 0 1 7がスタートしますね」とコメントいただいております。ありがとうございます。おあっちーさんはもしかしてビーズファンでしょうかビーズファンでしょうかおっ、やったビーズファン仲間が増えたよ。やったね。あっちーさん、よろしく。どうぞ。はい。 始まりまして、そうですね。僕どこにファンクラブ僕ファンクラブ入ってるんですけれども、はい、どこのツアーにどこのつあのツアー会場に申し込もうと、はい、考えている途中でございます。どこの会場どこ行こうかなと考え中でございます。まあ、全国にファンクラブたくさんいるので当選するかどうかはあれなんですけども、はい、アッチーさんよりコメントでビーズファンですとコメントいただきました。ありがとうございます。 はい。今後ともよろしくお願いいたします。はい。というわけで、えー、この番組、スタートしていきますが、一旦ここで CM です。どうぞ。

俺の名は、ラジオを愛し、ラジオに愛された男、サンシャインアーラーボフカキ俺のキャッシュバーお、俺のキャッシュカードの暗証番号は、8653。 8653。ハロー講座で覚えてね。俺のキャッシュカードと財布は今、FM 講座のロビーにあります。皆さん、今がチャンスです。暗証番号は、ハロー講座です。イエーイジャスティース 星空の下のディスタンス、はいえー、というわけで、えー、ちょっと CM 明けは毎回僕があの一発変なコーナーをやるコーナーでしたので、はい、あの初めてコメントをいただいたあっちーさんはなんだこいつと <laughs> 思われたかもしれないですけどもはいちょっと CM 明けは。 ちょっと毎回僕が一発変なことをやってますので。はい。というわけで、ちょっと真面目な、はい。ちょっと真面目な町の話題に戻りましょうね。真面目な、えー、っと、今日の町の話題は子ども医療費ですので、ちょっと真面目な、子ども医療費。えー、っと、子ども医療費ってあの、あの、あれですね。あの、えー、っと、中学生だったり高校生が、あの、病院に、えー、通ったりして、 あのかかったお金を市役所だったり県庁から払い戻しが来るあの医療費の助成金の今日は助成金について、えー、県内の市町村別の助成状況についてちょっとお話しいたします。はいえー、っと各市町村によって助成状況が違うので、えー、っと例えば中学生まで通院が無料だったり、はい、各市町村によって沖縄でも違いますのでえー、っと はい多くの方は沖縄で一番あの、えー、子ども医療費中学生まで通院も無料だよねとおそらく一番有名なのは灰原町だと思うんですけどもう一番有名なのは灰原町が一番あの新聞などでよく掲載されるので灰、はい、原町だけ確か唯一あの現物給付って言ってしかも灰原町だけ唯一あの、えー、っと建て替えはいらないんですね。はい 灰原町以外の沖縄の市町村は全部えー、っと一旦自分で建て替えた後にあのにその後に、えー、っとに申請をして払い戻しが来るんですけどもなので払い戻しとかちょっと手続きを怠った場合は払い戻し来ないんですけども、はい、灰原町だけは建て替えずにもう最初から無料で最初から前払いせずに建て替えせずに無料なのは沖縄県内では灰原町でございましてはい。 このように、各市町村によって子どもの医療費の助成は違いますので、これをまあ僕が調べたことについてお話しいたしますと、まず、子ども医療費、まず入院と通院でも違いますので、入院と通院でもちょっと対象が違いますので、まず、入院、入院においては、入院においてはですね、 えっと高なんと高校生まで無料,無料というか高校生まで助成金があるのがです、ね、県内であるんですね、入院において高校生まで、えー、っと入院助成があるのが、えー、県内41市町村のうち、えー、6, 6の町村,の町村、えー、国頭村、東村、金町、与那原町、多良間村、渡名喜村。この6町村だけは なんと高校までも入院が高校生まで入院が助成金が払い戻しなど来るんですね。この6町村以外はこの6町村以外の35の市町村はえっと中学生までしか入院費が助成きかないんですね、はい。先ほどの6町村以外は35の市町村は中学までが入院。 の補助が効きまます、はい、これはあくまで入院で入、ね、入院、まあ、入院はあの入院はめったにしないよということもありますので入院よりもあの多くの歩行者にとっては入院よりも通院入院よりも通院の方があの気になると思いますので通院というとあの歯医者さんに通ったりだとかあの1日2日あのちょっと風邪風邪の病状を見に はい、あのお医者さんにかかったりとか通院が通院の補助対象の話を次はしますよねはい次通院におきましては沖縄県41市町村のうちえー、っとですね、えー、過半数過半数の21半分以上の21市町村がえー、っとですねまあ えっと小学生以上なんですけれども小学生以上、まあ、小学生と中学生といろいろありますので、えーっとまあ、さらに、えー、細かく言いますとえー、っと少々お待ちくださいねえー、っとはいえー、っと少々お待ちくださいえー、っと市と町村でまず分けますと えっと町村におきましては、えー、っと全30町村のうち、えー、6割の,6割の、えー、18町村が県の基準就学前までを超えて助成してるんですね。はいえー、というのも、えー、っと県の基準では就学前というのはあの幼稚園まで。 はい。県の基準は、あの、通院においては、あの、幼稚園までしか助成しませんよって、県は基準やってるんですけども、県の助成で間に合わない部分を市町村が負担するんですけども、市町村が助成。はい。市町村が助成する部分は、えー、っと、これも、えー、っと、通院におきましても、高校卒業まで、あの、医療費の補助を保障しているのが、国神村、東村、 近所、渡名喜村、多良間村、この5つが通院においてもあの補助が降りるんですね、高校まで。高校生まで通院が補助が降りるってすごいことだと思うんですけども、この5つの市町村が、あ5つの村が、国上村、東村、近所、渡名喜村、多良間村が高校卒業まで通院、補助がおります。そして、えー、中学卒業まで。 えー、中学卒業までがの町村においては、はい、町村ですよ、町村。あ今、市は抜,抜かしてますよ、はい。町村において中学卒業まで医療費負担しますよというのが、えー、大宜味村、伊江村、伊平屋村、伊是名村、恩納村、宜野座村、嘉手納町、茶谷町、灰原町、南大東村、北大東村、竹富町、与那国町。 となっております。はいはい。そして、えー、ここで、えー、ツイキャスネームルドルフさんよりコメントいただきました。えー、ツイキャスネームルドルフさんにコメントで子どもの数が少ない町村なんでしょうかとコメントをいただいております。そうなんですよ。はい。そうなんです。沖縄ではちょっとあのえー、っと子どものじやっぱり子どもの人口が少なかったり、ちょっとあの那覇とか沖縄市みたいに人口が密集 していないいいなな地域でで子ども一人一人人の手当が厚いとということになるんですよねやっぱり予算の関係で予算の関係で沖縄のおいてはやっぱり市,市,に市の規模よりも、えー、町,町や村といったあの人口がちょっと少ないところが子ども手当が厚いのでなのであの国,国がみそんだったり近町だったりあのやっぱりやんばる方面る方面がやっぱり子ども 子供の,この通院がが高校生ままで、はい、女性がおりたいします,、はいですね、沖縄県の、えー、っと市町村41のうち30が,41のうち30が、えー、町村なんですけどもその30町村のうち、えー、6割の18町村が、はいあのえー、っと中学生。えーっと中学生 中学生まで、えー、保障していたり高校生まで保障してしましてで次次は市,に市の話しますね市あの町村と市においても希望が違いますね次市、えー、市におきましては沖縄県には全部で11の市があるんですけども111 11のうちえー、っとですね11市のうち 通院をえー、っと助成しているのがまず中学校卒業までを保障しているのが名護市と鵜沼市の2つはいえー、沖縄県のじ全11市のうち中学卒業まで子ども医療費を中学生まで助成しているのが名護市と鵜沼市の2つちなみに鵜沼市はここ最近あの1か月前の4月から鵜沼市は今年の4月から あの中学生まで医療費が出るようになりました売りましたここ最近で、えー、そして小学校卒業までが宜野湾市そして最後えー、っと小学3年生までをえー、っと対象としているのが沖縄市はい沖縄市なので、えー、沖縄の全11のうちえー、っとですね えっとこの4子は、えー、この五つかな1234あこの四つこの4つはあの県の基準を超えてるんですね。と県の基準は通院の医療の女性はあの幼稚園まででいいんじゃねえのと県の基準は知るので今ご紹介した市町村以外は すべての市町村はえー、っと幼稚園児までしか、えー、通院の補助でないんですけどもなのでえー、っと例えば市でいきますと糸満市だったり糸満市だったり豊見、えー、城市だったり南城市などは、えー、通院においては子どもは幼稚園までしか女性でないんですねなので市においては中学校までが 女性聞くのは名護市をうるま市ということは、はい、沖縄市のすぐお隣はうるま市なんですけども、はい、沖縄市の隣はすぐうるま市なので沖縄市に住んでいるファ,ファミリーは沖縄市に住んでいるファミリーは小学3年生までしか通院の補助は聞かないんですけどもすぐお隣のうるま市ですと中学校卒業まで通院の補助が聞くんですよね。 結構な差ですよね小学沖縄市は小学3年生までうるま市は中学3年生まですごいあの、まあ、差はあるんですけどもこれは、まあ、市役所役場の予算の関係もありますのであの一概にいい悪いは言えないんですけどもただ手厚いってことは言えますよね。子ども 手当は子どもの医療費の手当は沖縄社小学3年生まで大人の売り場社中学3年生までで、えー、っと差はありますのでまあはいこれはあくまであの市町村の予算とかの兼ね合いでこのようにあの予算は市町村によってあの特徴がありますよというのを、はいまあ、人によってはやっぱり沖縄それを考えると沖縄はやっぱり単独世帯 単独世帯などもやっぱりうるま市より多いですので、はい、単独世帯の人にとってはあのそういった単独世帯の人にかける予算などもありますのでこれはあくまであの言い悪いというのはあの言えないのであくまで特徴これを見た上でやっぱりファミリー世帯はお隣のうるま市に行こうかなと考えることもありますので、はい、あくまで特徴と考えていただいて。 なんですけども、えー、でも、沖縄市も段階的に、沖縄市も段階的に、あのこの女性の対象。どんどん引き上げていきますよ。と、あの確か、えーっとはい、歌ってますので、沖縄市も去年引き上がったんですね。沖縄市も確か去年ぐらいに、えーっと、今までは幼稚園までだったんですけども、沖縄市も今まで幼稚園だまでだったのを、小学3年生まで、去年。 引き上げたのでこの調子で段階的に引き上げますよと明言してますのでもしかしたらもうあと23年後にどんどんまた小学校卒業までだったり中学校卒業までだったり沖縄市は段階的に引き上げていきますと沖縄市も明言してますのでまあはいこのように各市町村の予算の使い道をいろいろ見るとあの市町村の、まあ、特性といいますか いいろろ分かってきます、ね、ということではいなんですけどもここで、えー、ちょっと一曲えー、っとここで一曲お届けいたしましょうねここで一曲、えー、ビーズでナショナルホリデーどうぞ。 あビーズじゃなかったあすいませんすいません b ズじゃないえっ、ー、と僕僕が b、えー、ズじゃ今日は僕が所属してるバンド、えー、僕が所属してるバンド押しピンで、えー、ずっとそばにですどうぞどう 誰でも俺の時間はあの日のまんま t i タ t o k t i k 親に喫茶で気づいたんだてめえ大切さあの日あの時あの場所でてめのいない時を重ねぬくもりだけで残ったこの部屋気づいてもてめえは戻らねえ悲しくて悲しくてひとりぼっちのより 「チクタクチクタク俺に刻に気づいたんだ」「てめえの大切さ」「あの日あの時あの場所で」「てめえのいない時を重ね」「温もりだけど残ったこの部屋」「気づいてもてめえは戻らう」「イ クリスチャー曲は僕が所属しているバンド、オシピンというバンドの曲で、ずっとそばにという曲でした。えー、残り50秒で、えー、最後にもう一度あの、子ども医療費の市町村別の、えー、女性をあの列挙いたしましたので、ね、えー、手厚い順にもう一度言いますね。高校卒業まで通院を女性しているのが、国富村、東村、近町、渡名喜村、多良間村、そして、 えー、中学校卒業まで女性詩ののが、大宜味村、家村、伊平屋村、伊ゼナ村、女村、ギ野座村、風デ町、茶壇町、ハイバル町、南大東村、北大東村、竹富町、与那国町、名護市、ま市そして、えー、小学校卒業まで女性詩ののが、ギ野湾市。そして最後、小学3年生まで女性詩のが沖縄市。それ以外の市町村は、幼稚園まででございます。以上